今日の昼間ね、うん、ベルーナドームでイベントをね、うんうん、やってきたんですけど、ね。西武ドーム。そう、元西武ドーム、今ベルーナドームって言ってね、称しますけども。春日凱旋だ。まあ凱旋。まあだから、イベントはさ、ミニ四駆のイベントの前。うん、まあそれもやったんだけど、その前が、その試合がね、はいはいはい、まあそっちがメインですから。まあね。今ちょうどもう首位攻防戦で、はいはいはい、昨日の時点で0ゲーム差だったのか、1位、2位、3位、ソフトバンク、我がライオンズ、オリックスと、うん、もうあと残り十何試合で佳境ですよ。なんかこの間さ、うん、セパ両リーグのさ、うん、優勝さ、歴代をちょっとなんか振り返っててさ、なんか知らないけど、はいはいはい、もうそういう時あるね。西武の優勝回数、すごいじゃん、お前が生まれた、79年からずっと見たわ、2000年。ありがた、日本じゃなくて13回とかな。うん、だろ、うん、で、40何年の人生でさ、うん、もうね、お前だからなんか人を見下してんだな。どういうことなのよ、何そこに繋がるんだよ。その阪神の優勝回数見てこの差だなと思った、うん、このなんか春日が人を見下す感じと。いやいや、そんなことない。ライオンズファンだからっていう。そうね、もう優勝勝って当たり前の人生だからさ、すごく見下しているじゃない、お前は。人を。そんなことはないよ。別にライオンズのせいじゃないし、それはね。あと初めて話すけど、うん、初めてできた彼女が西武ドームのバイトの子だからね。初めて話さないですよ。何回も言ってるでしょうよ、ここで。T シャツ出したいなと思ってる。みんなどういう T シャツ、何ですか、このオードリーのオールナイト日本の古典となってる、うん、トークの、トークが書いてある。言ってたね。若林かすがってこう台本みたいになってる T シャツ。メガネのツルとなんだっけ、私の方の。桃か。桃狩りってね。で、桃狩りはさ、うん、大丈夫だけどさ、メガネの鶴はさ、外歩いてる時にさ、満員電車で読まれちゃったら、やばいよね。肛門にね、メガネの鶴を入れてるわけだから。そうだね。こいつ、なんちゅう T シャツ着てんだよっていうね。うん、羽がいじめにされてて、次の駅で降りろって言われて。なんちゅう T シャツ着てんだ、お前。満員電車で。その際どうする、メガネのツールの文言は、うん、文言でもやっぱりさん、ちゃんとね、ここで話した通りに英語にするじゃん、英語に英訳して。でも英語でためにとんでもない言葉書いてある T シャツあるじゃん、着てる人みたいな。和訳してみたらね、うん、でもまあちょっと違うな、それは日本語だな。そうだね、桃狩りはいいけどね。桃狩りは別に俺はツールしかないからな、古典となってる話が。そんなこともないと思うけどね。でもやっぱりそのパターンの T シャツ作るんだったら鶴を入れないと、なんかやっぱ違うよね。そこ避けたんだ、みたいな。イラストもだから、後ろに書いてあるの。うん、その、メガネの鶴の話が。で、左胸にこうワンポイントで刺繍で、肛門にメガネが刺さってる、お尻があって、肛門にメガネの鶴が刺さってる、刺繍で。刺繍なの、うん、うん。そこちょっとお金かけるんだ。プリントじゃなくて。刺繍で入れんだ。で、発売していいのかね、その世の中のその、うん、なんだろうな、公共の福祉的にさ。どうなんだろうね。できそうじゃない、うん、なんかそのイラストのなんか必要ね、ちょっとアニメっぽく。リアルじゃなかったらいいんじゃない、劇画じゃなかったら。春日は桃の木の前でお腹がいっぱいになって座り込んじゃってる。座り込んでるっていうね。刺繍。それは別に、うん、桃はいい、全然問題ないでしょ。桃の方が売れるだろうな、でも外歩けるから。まあ、使い勝手はいいよね。うん、鶴はな、うん。鶴はちょっとそうね。うん、着る場面を選ぶよね。だって、うん、本当に下品な話じゃんもんね。メガネのツルを肛門にね、うん、入れて、いいっって、その、自分磨きしたらいいんだよって同級生に聞いて、やってみたメガネを、次の日親父がかけて、うん、自転車こいで公園走ってたって話だからね。めちゃくちゃいい話だけどね。すごくいい話。うん、そのなんか尺もいいし、うん、展開もいいしね、すごくいい話なんだけど、まあまあまあ、T シャツにするとなるとちょっとね、そうか、じゃあ、その、わかどうなんだろうね、まあ。みんな知ったよね、春日西武ドームの歴史があるとだ、バイトもしてたし。うん、まあまあ、そうね、うん、だからまあ、それで行って、いつも、うん、もう今回だから6回目、6回もね、うん、やらせていただいてありがたい話ですけども、6回目で、うん、で、今までなんかこの、1日宣伝部長とか、
かさ、うん、の一応肩書きあって、声援隊長なんつって言って、この盛り上げをね、うん、役やるなんつって、もう、で、結構もう、知ってもらっててね、私がその西武ファンっていうのも、まあ、うライオンズファンっていうのも、その、ライオンズファンの方々にも、お客さんにも、うん。で、私が行くと、この、負けないっつって、たまたまね。はいはいはい。うん、イベントやった日はもう、絶対負けないっつって。なんかあるんでしょ、不敗神話。そう、不敗神話っつって、勝利のね、その、女神じゃ、女神っつってね。うん。男の神ですよ。うん、勝利の女神。神でいいじゃん。勝利の女神の、うん、春日というね。うん。うん形で、まあ、まあ女神があるな、女神もあっていい。まあまあまあそうね、うん、うん、勝利の神って言えばやっぱね、うん、勝利の女神ってなんか語呂がね、うん、女神でもないから、うんうん、男だ女神っていうね、うんうん、勝利の女神なんつって言って、うん、まあわかるよ、その所沢のノリだよな。いや別にそれいやなんかダサいみたいなやめてもらえるかね。ダサいとは言ってないよ、うん、その地域性を言ってるだけで、ダサい、所沢のノリっていう言い方がさ、ポジティブじゃないじゃないか、それ。そうかな、うん、まあまあ、そんなん言ってもらって、で、うん、ね、私もこう、やらしてもらってるわけですね、6回目ですよ、うんうん。で、今回ね、まあ、まあまあ、その、試合前に、こう、お客さんの前で盛り上げて、試合中もなんかこう、ちょこちょこね、うん、イニング間のこのなんか、グラウンド整備とかあるじゃないですか。うん、あそこの間でこう、ちょこちょここう入って盛り上げるみたいな。うん感じの役目で行ったんですよ。うん、で、今回、対戦相手がね、うん、北海道日本ハムファイターズでさ、うん、新庄さんのとこのさ、うん、ビッグボスの、うん、チームだから、うん、で、西武の人が相談されてね、うん、まあ、このユニフォームとかね、うん、ライオンズのユニフォームの後ろ、背中どうしますなんつって、うん、背番号と、うん、こう名前ね、どうしますなんて言われたから、うん、まあ、ビッグボスだから、うん、ビッグカスっつってね、うん対抗して、うん、行きますな、うん。背番号も18でなんつって、うん、こう発注してさ、ユニフォームも、うん。で、行ったのよ、うん。で、最初にね、グラウンドを出て、うん、試合開始30分前かな。うん、その、スタジアム MC みたいな、うん、ね、男の子と、うん。で、まあ、私で、うん、出てさ、グラウンドの端っこの方よ。うん、で、本日は、ね、勝利の女神。うん踊り、カサカサに来ていただきましたみたいな。うん、で、カサカもさ、うん、ライオントゥースなんつって言ってね。うん、こう、勝利の狼のカサカがやってまいりました、つって。はいはい、で今ね、まあ、野球に限らずね、いろんなこのスポーツとかこのね、ライブとかもそうだと思うけど、声出しができないんですよ。ああ、はいはいはい。だからこう拍手だとか、あとこう旗を振るとか、で、こう、まあ、反応というかね、盛り上がって、こう、もらうのよ、うん。で、そのね、わあ、こう、旗振ってもらって、春日っつって、うん。で、その MC のさ、子が、うん、さぞや、春日さんね、うん、今回、その、どのように、こう、盛り上がって、盛り上げていただけますか、うん、なんつって言って、で、今、そのね、説明してさ、うん、ビッグボスにね、やっぱ対抗して、うん、我がライオンズに春日がいますよ、つって言って、うんうん、今回ね、春日ではなくてね、うん、ビッグカスでやってまいりました、なんて、こう、後ろ向いてさ、うん、したらこう、旗がこうさ、声援は、本当は爆笑だけど、うん、声出しちゃいけないから、ね。声出しちゃいけないから。うんうん、まあまあ、うんうん。うん。で、まあ、まあまあ、そんでね、うん、背番号はね、うん、まあ、18なのよ、うん、にしたの、うんうん。でね、その、背番号18番ですけど、これ、どういった、うん、もう意味合いで、なぜ18なんですかって聞かれてね。うん、もともとライオンズの、18番って言ったらやっぱり松坂大輔選手。うん、ね、去年引退しちゃいましたんでね、うん、つって。うん、平成の怪物と言われた松坂選手の、うん、まあ番号をね、空いた、うん、今空いてる18番をね、うん、お笑い界の平成の怪物、うん、春日がね、うんうん、本日限りね、つけさせていただきました。うん本当は爆笑だけどね。本当はね。出しちゃいけないから、ね。旗が、うん。つって、うん。ありがとうね。で、難しいのはやっぱね。だ手もこう回してる人なんかもいて、巻きが入っちゃったりとかして。いやいや巻きは入んなかったよ、客席から。うん。うわぁ、まあまあね、盛り上がってくれてさ。うん、で、なんだ、どのようにね、その、盛り上げていただけますかつって、その MC、うん、いやね、まあ、ね、その、日ハムね、うん、今、チアリーダーの、うん、日ハムの、うん、
人たちが、キツネダンスって盛り上がってるんですよ。うんうんうん、今話題というかね。らしいね。そう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 。うん、で、キツネダンスってありますけどね、うん、つって、うん。うん。こっちにはね、うん、春日がいるわけですよ、つって。うん、春日といったらあれですよね、うん、つって今言ってさ。うん。カス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 が、カスたら。うん、まあまあまあね。それはそうだろうな、うん。うん。別に笑うの我慢してるわけじゃなくて。いや、それを我慢してるでしょ。いやいや、それ爆笑でしょうよ。うん。カス、カス、うん、で、まあ助かったのがさ、うん、その MC のね、子が、うん、うん、カス、カスカス、カスってやってるところに、うん、といったわけで、みたいな、うん。入ってきてくれてね。ツッコミみたいな。そうそうそう、ダンと切ってくれたのよ。うん。うん。で、私もさ、うん、チュ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 つって。ちょちょ、まだやってるでしょうがっつって。うん。もう春日がカスカスダンスやってる途中でしょ。まだね、こう全員やるまでこんなの試合、始まらせませんよみたいな。うん。で言ったら。うん。旗がばーっ。拍手はまだいいんだけど、旗の方がなんか嫌だな。拍手してほしいな、旗回すのより。まあそうね。うん。うん、拍手よりも全然旗の方が多かったけどね。うん、やっぱ手に持ってたら振りたくなるんだろうね。おそらく。まあ、試合中のやっぱり、このね、振る方が多いから、拍手よりも。いいプレー、ね。そういうことか。そうそうそう、やっぱ肩パーって。そうか。で、まあ。いいプレーなんだね、じゃあ。お客さんから見たら。まあまあ、そうかもね。でもなんかこっちはさ、なんか、なんか、受けた、つかめないというか、なんかね。いやー、まあ、だ、そうだろうな。広いし。なんだろうな。声出しちゃいけないし。なんかこう、うっすら滑って、もう滑ってるまで、まあ受け入れてもらってるから滑ってもないんだけど、うん。なんか手応えがないわけですよ。言ったら超ホームだもんね。みんな知ってんしょ、うん、地元ってことも。まあまあ、そうね。うん。で、うん、まあまあ4分ぐらいよ、4、5分かな。あれな、西武の、なんか、ポスターみたいにもなってたもんね。うんうん、ああ、なってた、そうね。顔でっかく、バーンって言って、おい、春日って書いてある。いや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 。そういうポスターではないのよ。うん。探されちゃってるよ、通報されちゃうで見つかったら。だからもう、ホームでしょ、空気的には。ホーム、ホーム。で、もう知ってくれてるし。笑い声出しちゃいけない。春日が来たから今日は、勝てるぞ、みたいなね。うん、あの風に思ってくれたりもしてるから。うん、で、とか思いながら。うん、今までの流れをこう聞いてると何年やってんだよって思うね。で、どういうことですか？何がですか？カスカスダンスとかトゥースとかもギャグのミニマリストっていうかさ。別に捨てて捨ててじゃないから。で、なんか4つのものだけで生活してるみたいなさ。そういうこと？もともと？確かにね、うん。最新がだってアパーだもんね。うん。最新ギャグがアパーだから。最新がアパーなんてね。もう十何年前よ。ね、増やさないと珍しいよね。十何年間ずーっとアパーの上にニューってのがついてるからね。なるほどね。で、だから、それを待ってもいるしね、うん、お客さんは。いや、そうそうそう。いいの別に、うん。うん。で、ね。うん、まあ、だからその、試合前の、なんかこの、盛り上げみたいな、顔出しみたいなのが終わって。うん、で、まあ、つかめはもう盛り上がってくれたのかなとか思いながらさ、うん。でも、ね、何回かあると、うん。この先こうね。出てくる。出ていく。まあ、そこで、まあ。すげーなー、なんとか、と思って次出てたのが5回の裏だったっけな。こう、マーチング、まあ、もともとある、うんうん、その、イベント、うん、か、ほら、野球ってあるじゃない、うん、会ごとになんかね、はいはいはい、チアリーダーの人出てきてお客さん盛り上げるとか、委員会のその時間があるから、もともとあったやつに春日が入り込むみたいな形だったのよ。うんうん、で、5回の裏かなんかの攻撃終わった後かな、うん、なんかブラスバンド、マーチングバンドっていうのかな、うん、太鼓とかさ、うん、シンバルとかこうさ、うん、抱えながらさ、うん、やるやつあるじゃないですか。うん、あれで盛り上げると、うん。で、銀河鉄道999がこう流れてね、うん、で、太鼓とかシンバルとかこう叩きながら、うん、で、チアリーダーの人がこうなんか旗とか振りながら盛り上げるところに出ていくという形だったのよ。うんうんうん、で、まあ、私としてはね、普通に、で、
春日はこうマウンドの周りをこう回りながらお客さんを、でタンバリンね、用意してもらって、タンバリンをこう叩きながらお客さんを盛り上げて、まあまあ自由にやっていただければみたいなことを言われてね。でまあ普通に出てってもね、一緒に出てってもあれだから、やっぱりその春日歩き、こうゆっくりと歩くっていうのをやりたいなと思って、こう出てって、とりあえず先にこう出てってもらってさ、マーチングバンドとかチアリーダーのね、ブルーレジェンズか、の子たちにこう出てってもらって、音楽がこう始まってから、春日がこう登場してさ、私のプランで。で、マウンドの方をこうゆったりとこう歩いていくんだけど、マウンドに着く前に音楽が終わっちゃって、ね、たどり着けなかったみたいな、パターンだな。って思ったのよ。なるほど。で、いざさ、こう始まってさ。で、同じことやってんのよと思うんだけどな。で、やってさ。ね、音楽すりないね。てん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 、ふふふふふ、みたいな流れてさ。あの、所沢のノリね。所沢のノリじゃない。すりないはあるだろうよ。曲が。あれはもう全世界、全ね、共通である、あるばかり。ごめんなさい。その曲は。ごめんなさい、ごめんなさい。そんで、ゆったりさ、タンボリンこうね、上にこうさ、掲げながらね、出てって、ね。で、ゆったりこう歩くんだけど、で、やっぱ旗をこう振られてる。で、こう手拍子はこうされてんだけど、で、ね、見事というか、プラン通り、たどり着けずに、なんか、曲終わっちゃって、で、スタジアムカメラ、言われた方向のカメラに、こう、一応この、ね、トゥースやって、で、なんか、この、スタジアムのその MC の方の決めポーズみたいな、なんか、なんだっけ、なんとか、みたいな、マーベラスみたいな、マーベラスか。それやって終わったんだけど。あ、所沢のノリね。所沢のね、それベルーナドームのノリ。ああ、ごめんなさい。そういう決まりのね、ポーズがあったから。で言ったんだけど、なんか いまいち、なんかこう、はまらなかったなっていう感があった、ね。感覚的に。そうそうそう。なんかやっぱわかんだよね。拍手とかこの旗の感じでも。なるほど。なんだかなと思ってたらさ、結局その、マウンドまで行くっていうのが、伝わってないのよ。そうだろうね。別になんかマウンドに行くのか。思ってたよ。ゴール、そこにだからさ、スタンド前とか立ってたらさ、ああ、そこに行くんだなってわかるじゃん、春日が。だから、たどり着かなくても別に、どっちでもいいんだよね、お客さん見てる人は。ただ、ゆったら歩いて。別にボケとも思わない。思ってないの。目的が達成されなかったっていうことが、伝わってないから、伝えられてなかったから、こっちが。まあでも、そう、まあ実力だろうな。いや、実力だよ。春日歩くね、ゆっくり歩く。これはでも、バウンドまで着くという、元の原型があるってお客さん知らないから振り聞かないぞって思えないってことでしょ。まあまあそうね。それは、しょうがない。地域性の問題だから。地域性じゃない。おい。所沢が悪いわけじゃないから。春日が振り聞かせてなかったっていうだけだから。私一人個人の店は所沢のことを悪く言わないでくれよ。所沢及びやや悪く言ってない。地域が違うから。地域じゃないんだって。私なんだって。私がそうゆっくり歩くだけしか考えて振り聞かしてなかったっていうね。なんかあればいいんでしょ、スタジアムの。いや、そんなことは無理だろうけど、さあ、春日さんがマウンドまで来て、マウンドで、回って踊ってくれます。春日さん登場ですとかっていうくらいであれば。こと言ってくれってこっちから伝えていけば、ただゆっくり出たいっつって。普通のことなんだよね、普通のこと。ただゆっくりお客さんを煽ってるだけだったっていうね。マウンドに向かってね、歩いて。向かってただただ。てめえん中で勝手にたどり着かないよだけで。で、帰ってきて思ってさ、あんまり。でもまあ、あとまだ7回のね、ラッキーセブンだ、7回の裏の攻撃の前です。表が終わって、裏の攻撃の間が最後の、そのまた盛り上げのとこだったのよ。はいはいはい。で、そこでなんとかね、取り返そうと、はいはいはい。こう思っててさ、はいはいはい。で、いろいろ考えてね。それは、そのブルーレジェンド、シアリーダーの方がバーッと出てって。で、マスコットも出るの。レオとライナーっていうね、ライオンズの。マスコッ
ットもこう出て、うん、でこう盛り上げるのよ、三塁側の前で、でまあ私もこう旗を振りながらね、うん、こう出てってくださいと、うん、こう言われてて、うん、ああわかりましたっつって、はいはい、で最終的にね、うん、そのレオが、うん、レフトぐらいまで行って、うん、でレフトぐらいかレフトとセンターの間ぐらいから、うん、こう三塁側に向かって、うんうん、その客席に向かってこうバク転をするのよ、うん、盛り上がるじゃない、うん、うわー盛り上がる、まあ、いつもねいつもだ、うん、そう盛り上がるで、うん、最後にバックスクリーンの右隣かなんかにあるカメラに向かってポーズして、うん、で、応援歌が流れてるわけ。うん、うん。うん。で、その終わりぐらいからばーっとこうバク転して、うんうんうん、で、最後に決めポーズをカメラに向かってしたら、その後ろのこうビジョンにね、ばーっと映されますから、うんうん、で、そこでわーっとこう盛り上がって、旗ばーなって、はいはい。なるだろうな、一番大事な回だし、ね。そうそう。で、その、ね、今日はずっと0対0で。おー。うん。ついもうめちゃくちゃこう通して、ね、いい試合だったのよ。それ応援歌のとこもみんななんかバーって振るのよ。振る振る振る。うん。あれでね、うん、ライオンズ、ふん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 。知らねえじゃねえか。ライオンズ、ふんふんふんってやつや、ね。いや、メロディーも全然違うさ。うん。ね？うん、知らないけど、うん、どういう歌だっけ？いやー、うん。うん、もう、うん、もう、ほうえろー。知らねえじゃん。ほうえろー、ライオンズだろ。全部知らねえじゃん。ライオンズ。あ、そこはわかんのか。っていうのがね。で、その私とし、ね、言われてたのが、打ち合わせしたのは、こうやって、レオが、バーッとこの、バク転で、戻ってくると、うん、で自分のそのレオもこう旗を振って出てって、うん、旗を置いて離れて、うん、バク転してその旗のところに戻ってくる、はいはいはい、からゴールだから、うん、そこでこう待ってていただいて、うん、春日とレオで一緒に、うん、そのカメラに向かってカスカスダンスをして、やっぱね、そう球団側もフルで使ってくれよ、春日の4つのギャグを。切りやすいよね、4枚だから。まあ、ちょうどいいぐらいのね。うん。一つ、うん。一盛り上がりで一つずつ切っていけば。でもなんかね、盛り上がりそうよ、それは。いや、盛り上がると思うね。うん。今から行くぞっていう雰囲気でもあるし、元も、そもそも。で、わかりました。つって、わーっと出てってさ、ゆっくり歩きながらさ、旗ばー振って。んで、レオが置きました、旗を。で、私もそこに同じの置いて。で、私もちょっとこの対抗してやろうと思ってさ、やっぱこう、取り戻さないといけないと思ってるからさ、レオの近くまで歩いてってね。で、レオの隣ですわ。で、バク転をこう、するじゃない。したら私も同時に、後ろでんぐり返りを、バク転なんかできないからね。こうして、こう、一緒にこう、旗に向かっていく。っていうのをこうやろうと思ってやったのよ。うんうんうん、で、まあでも、結構な距離だったから。後ろでんぐり返り。そうそう。で、うん、2回ぐらいやってなんかちょっと、無理というかね、うん。うん。立ち上がってフラフラみたいな感じでいいかな。って思ってたんだけど、うん、当初、うんうん。やってるうちにさ、うん、なんか負けたくないと思ってさ。レオに。レオに。うん、もう結局その旗ぐらいまでずっとでんぐり。帰りしてね、うんうんうん。かなりの距離なんじゃない？結構だけど何回ぐらいしたのかな、うん、予定のなんか倍以上しちゃってさ、うん、自分の中の、うん。なんかこうね、うん、やってるうちにさ、負けたくない。こうしたらさ、うん、パッツってやったらやっぱフラフラなのよ。うん、で、挙句の果てにさ、なんか調子こいってやってるもんだからさ、うん、腹に力が入ったんだろうね。うん、ベルト切れちゃってさ。立ち上がったらなんかズボンが緩いのよ。したら見たらさ、ベルトがベローンってようになっててさ。相当やった。相当よ。ああ。もう、それでもうフラフラだしさ。ああ。うん。で、あ、やばい。かすかんでもう音楽わーってもう終わり際なのよ。で、なんかもうこうやって朦朧としてるからね。あれカメラどこだっけな、もうほんとカメラみたいな状況したら、レオが隣にいるから、レオはね、こう、さすがの肩をさ、グッてこの、逆側にしてくれて、バックスクリーンで、バックスクリーンのところに、もう目回ってるから、でもこの、まあ、ブレた感じで見えるよ、カメラが。ああ、あれな、もう、だなっつって言って、こう、カスカスってこうやってたの。でもさ、まだこの、
まあ、もうちょっと行きたいっていうかね。もっとこのお客さんのこの盛り上がりが欲しいと思ったから、取り戻したいと思ってるからさ。なんか結構ずーっとやってたよ。カスカスってやってたら、その、いや、今となっちゃ空耳なのかもわかんないけどね。隣にいた人が言ったのかもしれないけど。隣にいた人、そのね、まあ、レオが、そのカスが隣にいるじゃない。ね、そのレオ、今、レオが、私その時は思ったのが、ね、それは確実に聞こえたんだけど、レオが、もう帰りましょう。それは空耳で、回って三半規管やられちゃってるから。中の人なんかいないから。ライオンなんだから。結構低めの声で、もう帰りましょう。つって。でも、隣にいたらその担当の人なんかもしれない。ぼーっとしてるから。その時になんか。だいたいめちゃめちゃ、空耳よ。空耳。担当の人なんていないんだから。だって、レオとカスが。そうそう。だから隣についてる球団、そのレオ好きの球団の人が、それも人だからね。言ったのかもしれない。まあわかんないけど。それはもう空耳だと。で、なんかその時に、はってなんか怖くなっちゃってさ。怖くなっちゃって、聞こえた瞬間に、全速力で戻ったのよ。ブワーッつっても。だってもう、日ハムとライオンズの選手はもうついちゃってんでしょ？だからついちゃったから、イニング間のその盛り上げなんて絶対に、試合進行に影響しちゃいけないからね。流れとか、そうよ。ピッチャーとかのリズムがあるわけだから、それはもうもちろん重々承知した上で、さっきのブラスバンドとかもやってたんだけど、なんかそれをなんか、迷惑がかかってるのかもしれない。それをなんか、レオに言わせて、空耳だと思うんだけどね。って思って怖くなって、うわーっつって。走って。ブルーレジェンドとかも全員抜いてさ。ブワーって、ブワーってもう。それはもう、あれ、吐けてんじゃなくて逃げてんの。その時めちゃめちゃ湧いてたけどね。早いっつって、春日で。バーッつって。いや、もう本当にね、若林さんも、9月の20日ね、もう本当にお誕生日おめでとうということでね、まあ散々ね、今日は話してますけども、もちろんね、我が春日家も、考えてるわけですよ。プレゼントをね、誕生日プレゼント。振り返った2019、傘、2020年が、パジャマですよ。で、昨年2021年が、まあ私がね、まあ履いてるのと同じ、サンダルね。と、あと、お花をね、プレゼントさせていただきましたよ。で、今年はいかなるものぞと、考えてて、基本的にこの共通して、このあるコンセプトっていうのがね、まあ、毎年言いますけども、やっぱこの自分じゃなかなか買わない、いいもの、人からいただいて、ね、もう傘しかり、パジャマも結構いい、なんかシルクのね、いいやつをこの、送らせていただきましたよ。まあ、そういうのを目指してるわけですよ。で、何よりあと、他と被らないっていうね、ここ一番重要。被るのってやっぱり、誰もこう幸せにならないからね、被ってるの。もらう方もなんかちょっとさ、リアクションが薄くなるし、あげた方もそれなんとなくやっぱわかるし、あれこれ被っちゃったのかしらみたいな。だから、言いにくいよね、せっかく買ってもらったのに被ったら。いや、それはあるでしょ？やっぱ、今回もあったもん。やっぱありましたか。ああ、被るものが。まあ、それは仕方がないよね。日向坂で会いましょうので、スタッフさんが、お祝いしてくれていただいた。はい、されてましたよ。マッサージガンが、里光のマッサージガンと被ってた、ね。やってんだよ。そこはなんか情報さ。そこはなんとかね、日向坂と NFL クラブだったら仕方がない、その、ないから、ラインがね、そこの間の。そのは、どっちかがさ。いや、でも、全然、被っていいものだからよかったなと思って。よくないだろ、そのマッサージがね。一台やらいいだろよ。いや、日を腰にこう、革のこう、ホルダーに入れて、持ち歩こう。いや、それこそバックトゥザフューチャー3じゃねえんだからさ。ビフト決闘しないだろ、その、マッサージが。腰痛くなったらすぐ取り出して腰に2丁当てようかな。1丁でいいよ、別に。
2丁、2丁あった方がさ、やっぱ、うん。いやいや、そう。いや、1丁でいいけどね、マッサージガンは。あ、ほんと。うん、誰かと決闘するときは2丁絶対必要だけど。でも、2丁分のマッサージとさ、うん、2丁分のマッサージだったら違わない？まあ、同時にできるっちゃできるけどね。大して変わんないじゃん、時間的にもさ。うん、2丁でも1丁だ、じゃあ。春日が言わせれば。そうだね。それはもうオープニングに戻るから。肉付けして歌ってもらえる？ちょっと。二丁でも一丁、三丁でも二丁、四丁でも三丁、五丁でも四丁。あと、うん、これに関しては三丁でも二丁以降おかしいとも言ってることなんでよ、そういう計算じゃん元のやつでも。二丁同時には人間立てられるけど、三丁からもうそのずーっと二丁なのよ。四丁でも二丁だし、五丁でも二丁にならなきゃいけない歌なの、うん、この歌は。単純に一減ってるだけじゃないんだね。じゃないの、この、うん、いや番組本数の歌とは違うから。違うのか。これまあこういう流れだったら、うん、そのイベントで歌うことになると思うのよ、歌詞がついて。その時は気をつけてよ。そっか、そのものによって違うってことね。うん、これ勉強になりましたね。ごめんごめんごめん。うん、ごめんなさい、ね。邪魔してごめん。で何でしたっけ？うん、ああ、それ被る被るっていうのが、うんうん、やっぱり避けたい。うんうん、そうなってくるとやっぱり若林さんといえばみたいなイメージで、うん、まあ上位に来るものはやっぱ避けていくわけですよ。それこそ NFL グッズだったりだとか。なるほどなるほど。それも NFL クラブ。あれは嬉しかったな、カーディナルス。うん。NFL グッズに関してだったら NFL クラブには絶対勝てないじゃん。叶わないよね。ね、アメリカからこうね。そうそうそう、とかあって、本当に NFL のことを知ってるから、うん、ね、このグッズがいいんじゃないかみたいな気づかないようなさ。でも、ね、私嬉しい、でも。ん？もう、十分。いやいや。気持ちがね、うん、そこまで考えてくれてるっていうことでもう十分だから、うん、十分ってことですか。船崎さんジングルならいやおかしいだろうよ。いやいや、だれだれじゃないんだよ。うん、優秀だなおい。押すスピード早かったな今。うん、で若林さんが G-SHOCK 投げるぐらい。いや今までだってなんか会話もなけりゃ、うん、誕生日プレゼントを送り合うなんていうのもなかったじゃん。うん、うんうね。あれ俺今年送ったの俺、春日に。今年いたあの NFL のジャンパー。ああ、どこかチームか迷った時に着れるやつね。うん、あれはもう冬になったら着ようと思ったよね。あれ派手だよな。いいよ、だから。声かけられるかもな、街で。うん。そんな着てる人一人しかいないんだ。あ、そうかそうか。まあ、ね、でも、もうなんかそんな、十分よ、春日家が、そんな思ってくれてるだけで、ありがとうございました。いやいや、出て、じゃまだなのよ。逆に困る、全員困るぞ、今の時点で。次のコーナー行ったら。うん。豊一の突っ込みたら、余るぞ、時間が、相当。ケツになって。いや、それで、うん。いろいろ考えて、だから、まあ、NFL グッズは被る。まあ、あと、バスケね。うん。うん、バスケットボール関連。バスケットボールはもう大丈夫。もう膝が痛すぎて、もう、もう二度とやらない。でも、それを知らないこの番組の方もいるじゃない。そうなのよ。そうなのよ。おそらくね。そうなのよ。だバスケは多分上位に来るか。あと今で言ったらゲームね。うん。やっぱオンラインゲーム。現に若林さんがゲーム関連の、なんかこう、機材というかね、機器をいただいてるのを見てますから。うん、私ね。ね、あと配信者としてもね、ええ、まあ、うん、ちょっと知れてきちゃってるから。配信してらっしゃるんですか？ゲーム配信、うん、ゲーム実況、うん、うんうん、聞いたことないけども、うんうん、まあまあ、メガネアットマークツールっていうあのネームで。なるほど。やっぱりね、コアの人は気づくだろうね。間違えて、コンマットマークツールっていう、ネーミングで配信してるから。ああ、なるほどね。うん、それは若林さん。コモツルね。コモツル。コモツルさんね。うん。うん。いや、ゲームも。暴言で荒れたりして。うん、見てる人と喧嘩しちゃったりして、ね、実況中に。うん。まあ、ゲーム関連のもの。うん、まあ、あと、筋肉マンとかね。うん。うん。そう、若林さんが好きなもの、若林さんといえばで上の方に来るやつは避けなければいけないと。うん。まあ、言うのが、まあ、共通にし、私と組。筋肉マンの話やめて。なんだよ。
のパチンコですって、もう、うん、名前も聞きたくない。なんで嫌いになってんだよ。でも、筋肉マンの技図鑑はね、いただいたから。はいはい、あ、技図鑑ね。すごい嬉しかった。うん。とか、まあ、まあ、フィギュアとかね。うん。まあ、いろいろあるじゃん、筋肉マン関連も。うんうん、だから、それもまあ、なるべく避けていこうじゃないかっていうスローガンのもと、うん、私とクミさんはいろいろこう、諜報活動をね、うん、続けて9月に入って。うん。うんうん、で、私はこう、現場で見てるから。スパイファミリーだ。うん二人だけどね。スパイファ、まあ、子もいるから、まあ、スパイファミリーだな。そういった意味じゃもう。それで、私はその現場での、うん、情報、データを集めて。歌ってもらえる星野源さんのテーマ曲。え、何スパイファミリーの。うん、はいはいはい。若林のプレゼント探そうか、から始まるでしょ。若林のプレゼント探そうか。うん、探そう探そう。スパイしようぜ。スパイ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  !SPY! SP! 知らないならそう知らないって言ってもらわないと。いや、チャレンジはしたいのよ。うん、もしかしたら、当たるかもしれないから、ね。目つぶって。漫画派だから、そうか、漫画派だからね。まあ漫画だからね。うん、それはいいのよ。それで、うんいろいろ、私は現場で、うん、うん、ああ、確かに、うん、ゲーム機器ね、うん、もらってるな、とか、うん、なんかこのね、NFL グッズもらってるな、とか、うん。見てたわけね。そうそう。うん、で、本当にそ何度も言うけど、その、オドぜひのね、うん、その G-SHOCK は、うん、その手があったかって思ったら、隣で見た。なるほど、わかる。うわ、そうだな。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しくて、うん、俺、本当さっきはああやって冗談にしたけど、うんうんうんあの後 G-SHOCK 専門店行ったもん、なんか、いろいろ思い出したくなって。うんうん、みんなどんなしてたっけな、とか。なんか、買わなかったけど、うん、それだけでなんかこう、いろんな思い出。なるへそ、うん。なんか見たことあるモデルがあったりとか。いや、そうしてた時ね。ああ、これ高校生の時誰々がしてたな、とか思いながら。しかもそう、初代っていうのがね、四角いっていや、これは、すごい、うんうん。だから本当に、なんか、まあ、撮ってないけど、うん、多分 V はね、うん、収録の後、ね、うん、終わってからだから、若林さんとないで、ほんと唇噛んでるぐらいの私ね。くぅーって、うおー、うん、知ってた俺が初代してたの。知ってたけど、その時思い出したのよ。ああ、なるほど。なんで、知って、なんで、たまたまなのか、たまたまなんだろうな。知って買ってんのかなと思って、ほんと聞こうと。初代してる顔なんじゃない？なのかな伝わるものがあんのかな、うわ、そういう確かにしてたわ、初代。うわ、これはもうこれだったなっていう。確かに。これはもう正解だわ。もう正解出されちゃったっていう。めちゃくちゃ嬉しかった。感じで、こう見てたのよ。うん、ね、うん、で、まあさ、まあでもそれでも探さない。我々は、うん、与えなければいけないっていう使命があるから。誕生日にね、うん、若林さんに与える、うん、で私は現場で、うん、久美さんはやっぱ SNS およびメディアを、うん、まあ、チェックする係、うんうんうん、はいはいはい、自然とね、うん、そう分かれてて、うん、でいろんな番組の発言だとか、うん、まあ、ラジオもそうだし、はいはいはい、SNS インスタグラムなんかをこうチェックしてて、はいはいはい、でもう日にちがね、うん、迫ってきた、もう先週ぐらいだったかな、うん、どうですかと久美さんに、うんうん、何か思い浮かびましたかつって、うん、まあ、ちなみに春日は、うん、なんかの番組で見た、うん、ギフトカード物事をなんかいろいろやるみたいな、あるじゃない？カタログ。ああ、うん、遊び場に行けるやつだ。そうそう、なんか、うん、陶芸できたりだとか、うん、なんか川下りできたりとか、うん、なんかこのね、やること。うん、なんかその、鍋とかね、うん、包丁となんかこう、いろいろさ、うん、肉とかもらえるんじゃなくて、い、う、ろ、んうん、んなことやれることをプレイなんかカタログみたいな、やつが今んとこ一番の候補なんだよね。なるほどね。言ったら、うん、でもそれはでもなんか若林さんじゃなくてもよくないって、そんなんか。誰ね、若林さんといえばじゃないから、うん、ちょっと私は乗れないみたいな。うん、なるほど、なるほど。その案になって、うん。いや、じゃあそっちのね、うん、活動で、なんか、浮かんできたかと、うんうん、ありますかと、うん、って言ったら、いや、ちょっとないんだと、うん、もう迫ってる、ミス迫ってるねっつって、うん、いや、な、あるでしょっつって言ったら、うん、いや、ちょっと本当に、いろんなね、うん、番組、見てるし、うん、でも、
一番はそのやっぱりね、うん、SNS、インスタグラムなんだと。うんうん、でも、インスタグラムが全然、うん、その、プライベートのことが、うん、最近ね、その若様が、うん載せないのよ、つって。番組の告知でね、うん、が多くて。一番最新のそのプライベートが、うん、この間ラジオで話してた、うん、川沿いで弁当食うっていうね、うんうんうん。その弁当の写真が8月十何日。そうそうそう。もう飽きてるからね。めんどくせえなと思ってる。やはりそうなのか。だからそれ唯一の生命線だったわけですよ。うん、ね、そこが、うん。だけども8月以降、新しい情報が来てないと。申し訳ない。うん。うわ、これもう何日もないぞと。うん、じゃあもうとにかく、まあ、そのカタログを第一候補にして、ギリギリまで考えましょうや、つって。なんか申し訳ないな。なんか考えさせて。現金でいいんだけどね、うん、そんだけ。おかしいじゃない、うん。考えさせてしまってるって申し訳ないな。はい、3万円とかおかしいですね、それはね。いや、3万は少ないかな。いくらぐらいがいいの、そっけ。仮に現金だとしたらさ。10で。10って。誕生日に10って。相当なことがないと、祝い事がないと、銃なんかなかなか出さんぞ、人に。うん。うん、で、まあまあ、それをね、うん、一応そのカタログを、うん、まあまあ、とりあえず持ちつつ、うん、まだちょっと続けましょう、なんつって。探りましょう、なんつって言って、やってたのよ。はいはいはい、したら、何日か経って、久美さんが見つけたと。うん、これは、もうこう、いいんじゃないか、って言って、うん、いや、なんなのよ。って聞いたら、うん、いや、ヒルナンデス見ててね、うん、これは若様、うん、本当に欲しそうにしてた。うん、え？なんかって言うのよ。うん、え、何？一緒にいたよつって、私、その現場にね、うん、もちろん。え？いたけど、何？いや、これはね、うん、こう言ってるけど、本当顔が、うん、もう欲しがってたみたいな。え？本当に。で、それをね、購入して。ヒルナンデス？うん。今日持ってきたのよ。なんだろう、うん、これね。ヒルナンデスで、ロケ行った場所。うん。うん。こちら。うん。うん、お誕生日祝いつって。何何なんか長細い箱みたいなの出てきたけど。けどね、うん。これお誕生日祝いつってさ。のしもつけてくれて。うん。のしつけてね。うん。うん。こちら。うん。何これ？これだと、うん、最新の、うん、なんかちょっと箱っていうか包み紙からは何かわかんないけど、うんうん、ちょっとねちょっとのしをとくこれしてもらいますよね、ええ、こちらだろ荒いな、うん、包装の取り方がまた段ボールのなんかすげえ包装の取り方が荒いな長細い段ボールの箱が、うん出てきましたけどね、これは何だろう、何だろう、これなんじゃないかっつってね、何、うん、何だ、うん、あ、包丁、そうよ、ああ、パン、そう、パンを切る包丁、ああ、まあ同じやつじゃないんだけどね、キランデスで紹介した、包丁ね、なんかどれが一番このお値段がいいかみたいなやつを、我々が当てるなんつって言ってさ、いろいろ3本出てきて、なんかこう、力入れないで切れるやつとか、子供用のね、安全なやつとか、いう中にパン切り包丁があったじゃないですか。あった。で、一本一本こう試して、ね。俺が切るんだよね。そう。若林さんが試しにこう切って、で、その感覚を我々に伝えるみたいな、やつやってた時に、やってた。パン切り包丁のリアクションが久美さん曰く、うん、すごく本当に、うんまあ、全部の包丁ね、うん、もちろんいいものだっただろうし、うんうん、これいいっすね。もテレビでね、うん、紹介されるもの。これ欲しいなとは言ってたんだけど、うんうんうん、パン切り包丁の時の若林さんの感じが、うん、本当にプライベートでも、うん、家でも使いたい。うんパン切り包丁がなくて、うん、家にね、うん、っていうやつだったって、私は分かった。はい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 、はい。言ってたの、久美さんが、うん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 。じゃあ、それで一発行こうや、うん、って言って。
って、うん、まあ、注文してね、うん。なるほど、なるほど。うん、で、まあ、その、お値段は言えないけど、うん、結構パンキリ包丁も調べたらピンキリというか。いや、だと思う。いろいろあって、結構いいお値段すると思うよ。いいやつ包丁をね。うん。うん、それもまあ、久美さんが選んだんだけども、うん、いいやつ包丁にしたなんつって言って。これ、うん、相当いいやつなんじゃない？まあ、いいやつなんじゃない？うん。うん、それにしたわけですよ。全然違うからね、うん、包丁の切れ味って。そうね。やっぱり。ただ切れるんじゃなくて、やっぱりそのね、ね、味とかも変わってくるからね。で、これあれなんじゃない？日本のものづくりのなんかこう、選ばれたようなところのやつなんじゃない？なんか包み紙からして。かもわからんね。手作りとかそういうやつなのかもわからんですけどね。いや、ほんとね。うん。ありがとう。あ、もうそう言っていただければね。うん、もう我々はその報われたと思うから別にね、うん。うん。我々としてもありがたいなと思うけども。はい、で、うん、それが、その包丁が昨日届いたんですよ。うん。うん。で、あ、よかった、間に合ったわ、と思って。ラジオにね。うん、ラジオに間に合った、と思って、久美さんに、いや、これでもう、じゃあ、もうよかったね、つって、うん。包丁も、じゃあ、これ、明日、渡しますから、私は、つって、言ったら、うんうん、いや、と、うん。うん。まだ足らないでしょ、っていうわけ、久美さんが。どういうこと？どういうこと？いや、もう、同じよ。どういうことよ、つって。いや、届いたよ、今日。うん。明日、ラジオに間に合うじゃない。うん、明日、ね、もう、持っていくよ、つってた。いや、包丁は届いたけども、うんうんうん、その、包丁を使うもの、対象のものがないじゃない。って言うのよ、うん。それどういうこと言うっつったら、いや、うん、パンだけダメでしょ、つって。うん、ね、うん、パンだけダメどういうことですかね。パンも一緒に、こう渡して、うん、でも家でそのパンを切って、ご家族で食べていただくと。うん、ね、それが一番ベスト。で、何より、午前0時で、若林さんは、うん、そのトーストがね、久美さん曰くよ、うん、トーストが4枚切りとか6枚切りとかの話を三浦くんとしてた時に、うん、自分の家のこのトーストの、その厚み、うんうん、何枚切りとか、なんかよく分かってなかったご様子。分かってなかった。ね、うん、その、妻さんが、うん、その、買ってきたやつをそのまま食べて、うん、あ、そんな何枚切りとかあるの？みたいなことを言っていたと。うん、一人暮らしで変わんないじゃん、あのパン。うん、今までは。まあまあね。うん。うん、そういうのはあるけど、うん、だったらこう自分で好きな厚さで、うん、やっぱこの包丁で切ってもらって、うん、試してもらいたいじゃないってこう言うのよ。久美さんがね、うん、その食パン。うん、ワン、一金、だから一本とか買って。うん。おなるへそう、つって、うんうん。そうなってくると、うん、まあ、春日が、うん、私ね。お前だろ、春日。勝ってな、そんなこと。その前には全員春日だから。正直、その春日、久美さんも春日、ね。あ、結婚して、そういうことね。そうそうそう、春日。春日本体が、が、もうね、朝買いに行くことに、そう、なるわけですよ。なるほど。自然的に。いや、これで十分だけどね。思って、私だって思った十分でしょって、うん。いやはや、うん。うん。パンがあった方が、すぐやっぱりね、うん、家で包丁試せるし、なんなら、うん。なかったら買いに行かなきゃいけないからね。うん。うん、一緒に送るっていうのがいいんだよ。うん、っていうか、そういうもんかね、つって言って、うんうん、まあ今日の朝ですよ。朝。食パンさ、うん、自転車で、別になんかね、大変だったっていう覚えはないけども、うん、買いに行ってさ。うん。おいで、雨降ってたじゃないですか。うんうんうん、だからそう、雨の隙間を縫ってさ、今を、やんだと思って、買いに行ってさ。うん、で、食パンを、うん。で、カゴにね、乗っけて、うん。帰ってきてたんだよ。うん。したら、途中で、とんでもない雨降ってきて。雨今日すごかったよ。わかんないじゃん、降ったりやんだりで、朝。ね、最近の雨、ね。すんごい降ってきてた。一応、カッパ持ってたからさ、うん、カッパ着てさ、うん、もう走ってたんだけど、パンがね、うん、濡れたらやばいじゃん。うん、台無しじゃないですか。うん、でも、このまま、多分、家着くまでにやみそうにないし、うん、生足。うん、パンも濡れ、ぐっちゃぐちゃになんなと思ったからさ、うん、仕方ないから、てめえが着てるカッパ脱いでさ、うん、荷台にこうかけてさ、うん、パンを守りながらさ、うん、帰ってさ、うんびっしょ濡れになったんですよ。自分はね。自分を犠牲にしてまでも。そうよ。で、家帰ったらさ、うん、まあパン、
ね、パン買ってきたよっつって言ったら、びっしょびしょだからさ、何してんのよってやっぱね。言われるよね。そう。怒る。でもそこはでもね、ミスチルのステイで返したんだ。はい、自分を犠牲にしてもっていうところだ。守りたいものがあって、ちょっといい？肉付けしてもらっていいか。自分を犠牲にしても守りたいものがあるんだそう。パーン、パンパンパーン、食パーン、ウォーウォー。いやだからステイ、知らないなら知らないでいいのよ。いやでもチャレンジはしたいじゃん、もしかしたら当たるかもしんないから。守りたいパンがあるとしてぐらいでよかったわ。そうか。うん。いや、それでね。なんなん、なんでびしょびしょないの？ちょっと怒られかけたんだけど、うん、いやいや、パンを守ったのよ。カッパ脱いでさ、パン守ってんだっつったら、うん、えらい褒められてさ。えらいって言われて。えらいって言われて。うん、よかった、ね。っていうね。ありがたい。うん、パン、パンを買いに行ったら、一つ株が上がったから。はいはいはい、はい。うん、パンを買いに行ってよかったなって思って、そのパンもね。うん。うん、じゃあ、それ、もう、それ、持って、持ってきます。褒められて、チャウチュール渡されて。自分で動画撮られてさ、うん、東京都春日さんで下にさ、うん、春日ちゃんが、うん、これをね、うん、これ買ってきたから。あれ、これ、あそこのパンじゃない、うん、これ、いい食パンをね、うん。うん、いい食パン。なんかで見たことあるぞ、これ。うん。うん。これ、いい、うまい、うまい食パンをさ。あそこのやつね、うん。その辺の食パンでいいだろって言ったんだけどさ。うん。うん、できればね。これは、いい食パンが楽しみだな。いいだろっつって。うわー、楽しみだね。うん。うん。そうね。これは早く食べたいね。うん。それをだから。うん。うん。今年はね。あとね、なんかこう、うん、パン切るのもそうだけどね、ちょうど探してた、このぐらいの長さのもの。長さのもの？うん。どういうことですか？ホイトホイト。いや、なんかほら、それぞれ MC によって持つものってあるじゃん。うん、あれなんか自分でオリジナルの欲しいなと思ってたから、ちょっと。おかしいだろ、パン切れ包丁持ってたら。なあ。バンキルモーチョと刺すってことはい、じゃあ次、うん、サーベみたいな、うん、そしたらなんか、うん、間口京子に強く言ってみたいな一回黙ってくださいっつって